協定で開催されている G1 マスターズチャンピオンで、ニヤと呼ばれる選手たちが見せるピット離れからの熾烈なコース争いをご覧ください。ボートレース若松パイナップルナイタープレミアム G1 第24回マスターズチャンピオン、激しい攻防が繰り広げられる中、地元瓜生正義が昨日連勝を飾って現在得点率トップに立ち、オール2連単のメンバーがずらりと続いています。本日予選の3日目、コース取りから目が離せない匠の走り、予選競争第1レースのメンバーです。飲水機は1番と5番が背に構えています。1号艇三重の坂口めぐる、2号艇愛知の中口博隆、3号艇愛知の天野明夫、4号艇福岡の城津和也、5号艇広島の西島芳則、6号艇静岡の服部幸男です。1コースに1号艇坂口めぐるが構えています。昨日2着入着リズム上げてきました陰線。2コースに5号艇西島芳則、3コースが2号艇中口博隆、4コースに3号艇天野明夫が構えていきます。本番レース4号艇城津勝也、5コース角の位置としました。6コースが6号艇服部幸男です。予選競争第1レース進入はインから1番5番2番3番4番6番の並びです。スタートしました。予選競争第1レース5号艇の西島がスタートを決めてきました。さあ1番を抑えていく、一周の1枠5号艇西ではまくっていく、2号艇の中口まくり出していった、続いて6号艇服部が向こう攻めに入っていく、先頭は2号艇中口博隆、スタートは前提正常でした。先頭は2号艇中口、2番手5号艇西島の内側に6号艇服部入っていく、すぐ後ろから3号艇天野、一緒にマーク先頭2号艇中口、2番手6号艇服部先に回って刺した、5号艇西島が単独の2番手をリード、上部日程は2番と5番です。後方3番手6号艇服部優勢も一定審査で3号艇の天野がさあここは入ってきそう、さらには1号艇坂口、レースは2周目1マーク上の2艇は2番と5番です。3番手1番3番もつれていく、その内を取っては6号艇服部、さらには4号艇白津、3番手は6号艇服部がリード、上の3艇は2番5番6番です。その後ろ1号艇の坂口が追走、後続も4号艇白津3号艇天野、2マーク先頭は2号艇中口博隆、2番手は5号艇西島、3番手6号艇服部、刺してきた1号艇坂口めぐる、さあこれが届くかどうか、6号艇服部の内側に閉鎖機入っていく、1号艇坂口めぐる、1番と6番が並走でレースは最終周回に入りました。先頭は2号艇中口博隆、マクドス決まった、2番手5号艇西島、さあ3番手1号艇の坂口が抜いた、3番手は1号艇坂口めぐる、最終バック上の3艇は2番、5番、1番です。この双子を1、3連単の図、80.4 倍を指しています。最終ターンマーク、トップで旋回します。2号艇、中口博隆、2番手、5号艇、西島義則、3番手、1号艇の坂口、ラスト、巻き返すか6号艇、服部ですか、3番手は1号艇、坂口、先頭、2番、ゴールイン、5番、ゴールイン、1番、6番、ゴールイン、4番、3番、ゴールイン、以上、前提、ゴールインしました。予選競争第3レースのメンバーが登場しました。4号艇江口昭夫、本番レースも動いてきまして、どうやら飲水機は1番と4番です。対戦メンバーは1号艇兵庫の小月博士、2号艇埼玉の飯島明宏、3号艇東京の石渡哲平、4号艇群馬の江口昭夫、5号艇愛知の伊藤誠二、6号艇福井の武田光文、安定は装着しての戦いです。1、4、2、3、5、6での待機行動、1コースには1号艇小月博士、初戦転覆の後奮起の走りで1着3着をマークしています。1号艇小月が陰線です。
本番も2コースに4号艇江口昭雄、3コースが2号艇飯島明宏、3艇が引きました。4コース稼働、3号艇は石渡哲平、ドリーム戦いました石渡、昨日は3着2本。5コースに5号艇伊藤誠司、ゼロ台スタートから2着2本としています伊藤。6コースが6号艇武田光文です。2対1対3の体型、予選第3レース進入はインから1番、4番、2番、3番、5番、6番の並びです。スタートしました。予選競争第3レース、3号艇の石渡哲平稼働から出ていく一周の1マーク、3号艇の石渡マクロ応戦した、1号艇の小月博内が空いていく、4号艇の江口が差して向こう正面に入っていきました。さあ先頭争いは4号艇の江口が内側優勢に運んでいく、スタートは前提正常でした。4号艇江口アウトピタリと1号艇小月、さらには3号艇6号艇一周後のマーク、先行体制4号艇の江口逃げた、1号艇の小月内側からバッター6号艇影に差してくる、3号艇石渡先頭、4号艇江口がリード、トップは4号艇江口昭雄、2番手1号艇小月、3番手が3号艇石渡、先行から413、レースは2周目に入っています。1マーク4号艇江口がトップで旋回していく、1号艇の小月が内を狙いましたが先頭は4号艇の江口がキープ、1号艇小月2番手も先頭、2番手の定価は2点進歩の、3番手は3号艇石渡徹底、その後ろは2号艇飯島、6号艇武田、5号艇伊藤の順、レースは2周2マークの旋回です。4号艇江口が今トップで旋回する、ここも1号艇の小月内を狙いましたが先頭は4号艇江口キープ、1号艇小月2番手、3番手が3号艇石渡、上の3艇は4番1番3番の体系、レースは最終周回、先頭は4号艇江口昭雄です。2コースからの戦いでした。そして主導権を奪いました。4号艇江口が先頭で最後のバックへ、そして果敢に攻めていった1号艇小月が2番手、3番手は3号艇石渡哲平、最終バック上の3艇は4番、1番、3番です。4133連単の図 85.5 倍を指しています。最終ターンマーク、トップで旋回に入ります。4号艇江口シリーズは2勝目、2番手1号艇小月、3番手は3号艇の石渡です。第3レース、まもなくゴールです。4番ゴールイン、1番ゴールイン、3番ゴールイン、2番ゴールイン、5番、6番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。競争第4レース、今村信孝が3枠での登場、もちろん動いていきます。飲水機は1番と3番と方名と移ってきました。対戦メンバーです。1号艇長崎の吉田一郎、2号艇群馬の柴田光、3号艇福岡の今村信孝、4号艇静岡の後藤正宗、5号艇兵庫の吉川元博、6号艇静岡の徳松秀樹、安定は装着しての戦いです。1-3-2-4-5-6での待機行動、1コース1号艇吉田一郎、枠番主張の陰線です。そして地元3号艇今村信孝、2コースに構えていきます。3コースが2号艇柴田光、昨日は白星ありました。その2号艇柴田光、本番では3カドに持ち出しました。2号艇柴田の3カド戦、4コースが4号艇後藤正宗、5コース5号艇吉川元博、6コースが6号艇徳松秀樹、初日2走大きな着でしたが昨日は白星上げでリズムアップ中、体型は2対4に分かれました。予選第4レースインから1番3番2番4番5番6番の並びです。スタートしました。インから1号艇吉田一郎スタートを決めていきました。その後は4号艇の後藤も出ていく、一周の1マーク、1号艇吉田逃げるところまくっていく、4号艇の後藤正宗、内側から待ってくる3号艇5号艇6号艇2号艇、さあ向こう攻めに殺到していく、ここは4号艇の後藤が一歩リードか、スタートは前提正常でした。4号艇後藤頭一つリードしていく、追いかける5号艇6号艇3号艇2号
号艇、一緒に巻く4号艇、強盗に対し外を攻めてきたよ、6号艇、内山から巻くた5号艇、4号艇、ちょっとバランス崩して、両サイドから5号艇、吉川と、6号艇、徳松やってきた、3艇、セントラスイン、5号艇、4号艇、内引きで返していく6号艇、レースは2周目に入っています。さあ5号艇吉川と4号艇後藤並んだ1番の旋回は5号艇吉川に対し外いった4号艇の後藤は交代先頭は5号艇吉川元博です。リードを奪いました5号艇吉川元博4号艇後藤正文2番手3番手は6号艇徳松秀樹です。レースは2周目後の旋回へと向かっていきます。5号艇吉川元博トップで旋回2番手が4号艇後藤正宗3番手は6号艇徳松の内側から2号艇柴田光がさあ接近中さあ3番手6号艇徳松に迫ってきました2号艇柴田光の内側入っていく3番手が2番と6番接戦その後ろが3号艇井村1号艇吉田3周1枠以上の認定は5番と4番です。さあ3番手は2号艇柴田先に待った指す6号艇の徳松最終枠5号6号艇徳松と2号艇の柴田6番と2番が並走状態最終ターン枠の旋回です。勝利へと向かってきます。ここは大号の白星5号艇吉川元博最後の直線コース2番手4号艇後藤の攻め3番手は6号艇徳松がリードしました。546の台形まもなくゴールです。先頭5番ゴールイン4番ゴールイン6番ゴールイン7番ゴールイン3番ゴールイン1番ゴールイン以上前提ゴールインしました。予選競争第5レースのメンバー登場しました。さあ2号艇西島動きを見せましたがここは爆弾主張しました。1号艇田中慎一郎対戦メンバーです。1号艇大阪の田中慎一郎2号艇広島の西島義則3号艇東京の村田修司4号艇徳島の林義則5号艇群馬の大沢慎司6号艇三重の井口義則安定版装着しての戦いホーム追い風コンディション続いています。気温は23度。すかさず西島が動いてきましたが枠番主張しました。1号艇田中慎一郎陰線です。2コースに2号艇は西島義則今日の前半戦ではまくって仕掛けての2着入着でした。3コースが3号艇村田修司外枠3選手はダッシュ4号艇林義則昨日は1回乗り逃げて白星ここは角から5コースは5号艇大沢慎司6コース6号艇井口義則ドリームまくりで制しました。井口伸び好調攻めのレースを見せています。3対3の台形インから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。予選競争第5レース前提それほど差がないスタート1周の1枠1号艇の田中が逃げる2号艇の西島を刺していくマクロは3号艇の村田修司続いて6号艇4号艇5号艇と向こう攻めに入りました。1号艇の田中慎一郎に内を取っては2号艇の西島が上がっていくスタートは前提正常でした。1号艇田中を捉えてきた2号艇西島3番手には3号艇村田一緒に巻く2号艇西島先行してきた指す1号艇の田中慎一郎1号艇2号艇並走1号艇田中対2号艇西島1番と2番ぴったりのボートを並べて王道系が通過3番手は3号艇とかキープレースは2周目に入っています。1マークの旋回さあ1号艇の田中に対し2号艇の西島が指して向こう正面も先頭は1号艇田中がリードしていく2番手が2号艇西島義則3番手は3号艇村田を捉えたのは6号艇井口義則6番と3番3番手が並走レースは2周2マークの旋回です。1号艇の田中慎一郎にここも内を狙ってくる2号艇の西島ですが先頭は引き離した1号艇田中キープ2番手は2号艇西島3番手ですが6号艇井口がここは優勢に運んでいく3号艇の村田修司さあ立て直していくか6番と3番3番手接戦は6号艇井口が優勢レースは最終周回1番の旋回上下認定は1番と2番3番手6号艇井口に対し3号艇の村田交代3番手は6号艇井口が突き放していく上下3では1番、2番、6番その後ろが3号艇村田修司4号艇林義則5号艇大沢慎司
最終ターンマグロ旋回です。トップは1号艇田中俊一郎、シリーズ初勝利。2番手2号艇西島良則、3番手は6号艇井口義則です。第5レースまもなくゴールです。1番ゴール、2番ゴール、6番ゴール、3番ゴール、5番、4番ゴール、以上選定ゴールインしました。競争水面には予選競争第8レースのメンバーが登場しました。1号艇愛知の伊藤誠司、2号艇愛知の天野明夫、3号艇静岡の後藤正宗、4号艇大阪の松井茂、5号艇岡山の平尾隆則、6号艇徳島の田村隆信。このレースも安定盤装着しての戦いです。ホーム追い風コンディション続いています。気温は21度。さてコース取りですが、まずは1コースが1号艇伊藤誠司が構えていきます。ゆっくりと構えていきます。1号艇伊藤誠司、高枠勝利へとつなげていきますか。そしてまだボート横に流していますが、2号艇は天野明夫です。その2号艇天野が2コース戦、3コースに5号艇平尾隆則、伸び足5号艇平尾が3コースに入ります。4コースが3号艇後藤正宗、今日の前半惜しくも2着でした。4号艇松井茂、ここも整備施しての登場。5コースは角から、6コースに6号艇田村隆信、厳しい戦い強いられています。インから1番、2番、5番、3番、4番、6番の並びです。スタートしました。予選競争第8レース、インの1号艇伊藤誠司、スタートを決めていきました。1周の1枠、1号艇伊藤逃げる、まくるのは5号艇の平尾隆取り、続いて4号艇の松井茂、内を取っては2号艇天野明夫、向こう正面は1号艇伊藤、まくった5号艇の平尾、内を取っては2号艇天野、先頭争い。スタートは絶対正常でした。さあ2号艇天野、1号艇伊藤、5号艇平尾並んだ。1周の2枠は先行する2号艇の天野明夫、その1対1号艇伊藤に5号艇の平尾、先頭は2号艇天野明夫リード。トップ2号艇天野明夫、1号艇伊藤が2番手、3番手は5号艇平尾、先頭から2番、1番、5番の体系、その後ろから4号艇松井、後続は6号艇田村、3号艇後藤。1幕先頭は2号艇天野、2番手1号艇の伊藤、3番手は5号艇の平尾が向こう所に入っていく。さあ2番手1号艇伊藤、トライにかかった5号艇平尾入っていく、内側捉えました。5号艇平尾高則、アウト1号艇伊藤が並走、そしてその後ろからは4号艇松井が追走。レースは2幕の旋回です。3勝点2番手5号艇広尾に対し、外1対1号艇の伊藤誠司、2番手は5号艇広尾がリードしていく。2番手5号艇広尾が抜きました。1号艇伊藤、3番手に交代、上部3手は2番5番、1番の体系。レースは最終周回、先頭は2号艇の天野明夫です。今1番トップで旋回し、最後のバックへと入りました。2番手5号艇の広尾にアタックした1号艇、その内側から4号艇松井がやってくる。さあ3番手が接戦、1号艇伊藤誠司に迫ってきた。4号艇松井茂が変装機がかかってきそう。3番手が4番と1番が変装、最終ターン幕の旋回です。ここは差しを決めてきました。シリーズは初勝利、2号艇天野明夫、2番手5号艇平尾隆則。さあ後方3番の接戦は1号艇4号艇さあどちらか。3番が接戦で間もなくゴールです。先頭2番ゴールイン、5番ゴールイン、1番4番、4番1番接戦でゴールイン、6番3番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。ボートレース若松パイナップルナイタープレミアム G1 第24回マスターズチャンピオン、3日目の攻防、今日も熱いレースの連続です。迎えたカードは予選競争第9レース、対戦メンバーは1号艇愛知の赤岩義雄、2号艇大阪の太田和美、3号艇愛知の佐藤大輔、4号艇群馬の柴田光、5号艇東京の村田修司、6号艇静岡の坪井康晴、
判定板装着しての戦いです。6艇まだバック側です。枠なりでの待機行動。1号艇赤岩芳雄、さあここは高和金線シリーズ初勝利をかけてゆっくりと構います。2コースが2号艇太田和美、3コースに3号艇佐藤大輔、4号艇柴田光が後方へと引っ張ります。角4コースからさらに大きく引きました。5コースが5号艇村田修司、大外6コース6号艇坪井康晴です。3対3に分かれています。ホーム追い風コンディション変わらず、気温は21度。無線台9レースインから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。5コース5号艇の村田修司踏み込んでいきました。その後1号艇2号艇3号艇も出ていく。1号艇赤井が逃げる。2号艇太田が刺す。外行った3号艇の佐藤、内側から4号艇5号艇。向こう3面は1号艇赤井が先頭。スタートは前提正常でした。1号艇赤井が先頭、2番手接戦です。4号艇柴田、5号艇村田、3号艇佐藤固まっていく。一緒にランクトップで旋回。1号艇赤いは2番手6号艇絡んできて先前刺す。4号艇の柴田、逃げた5号艇の村田修司、2番手は4号艇柴田が単独となりました。後方3番手が6号艇坪井、アウト1点失格。5号艇村田、レースは2周目に入っています。2周目の1マーク、トップで旋回は1号艇は赤いは吉尾、2番手4号艇柴田光、3番手は6号艇の坪井が行く。3号艇やってきた。そして5号艇の村田修司、3番手は5号艇の村田修司、今度は5号艇村田が3番手。その後ろに3号艇佐藤と6号艇坪井が並んで追走。最後方2号艇太田、レースは2周2マークの旋回です。さあ3番手3号艇の佐藤が仕掛けていく。逃げた5号艇の村田修司、さす6号艇坪井康晴。3番手は5号艇村田修司リード。上の3艇は1番4番5番の台形。レースは最終周回、先頭は逃げていきました。1号艇は赤岩芳雄です。今1マークトップで旋回に入ります。2番手は4号艇柴田光、3番手は5号艇村田の内側攻めてきた。3号艇の佐藤大輔が、さあここは捉えてくるか。5号艇の村田、トライにかかる3号艇の佐藤ですが、かわした5号艇村田修司3番手。最終ターンアップの旋回です。待望の白星へと向かっていきます。1号艇赤岩芳雄、2番手4号艇柴田光、さあ3番手は3号艇佐藤を避け取った。かつ5号艇の村田修司、ゴール前3番手ですが、5号艇の村田修司先頭。1番ゴールイン、4番ゴールイン、5番3番ゴールイン、6番ゴールイン、7番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。ボートレース若松パイナップルナイタープレミアム G1 第24回マスターズチャンピオン3日目ラストカード、予選競争第12レース、1号艇大阪の松井茂、2号艇群馬の大沢慎二、3号艇滋賀の森田俊介、4号艇三重の坂口巡、5号艇東京の山本英史、6号艇長崎の原田幸也。このレースも安定は装着しての戦いです。ホーム追い風コンディション続いています。6艇バック側です。1、2、3、4、5、6、枠なりでの待機行動。今日も白熱のレース、ゴールまで手に汗握る攻防が続きました。さあ今日3日目ラスト1枠の登場となりました。1号艇松井茂の引戦です。2コースが2号艇大沢慎二、3コースここは人気対抗となりました。ここまで2勝マークする3号艇森田俊介、4コースが4号艇坂口巡が角戦です。5コースに5号艇山本英史、そして大外6コース、今日はこの10レース1回乗り集中、6号艇原田幸也。進入はインから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。予選競争第12レース1号
号艇、3号艇、4号艇、6号艇出ていく。一周の1マーク。1号艇、松井が逃げるところまくって攻めていく。3号艇の森田俊介。受け止めた1号艇、松井シエル。そして内側から6号艇、原田幸也。向こう正面、1号艇、松井が先頭。スタートは前提正常でした。1号艇、松井が先頭。2番手、3号艇、森田対6号艇、原田。一周の2マーク。トップで旋回1号艇、松井シエル。2番手、6号艇、原田が先行した。そして3号艇の森田俊介。2番手は3号艇、森田と6号艇、原田。3番と6番、まだ変装。その後ろは2号艇、大沢、4号艇、坂口、5号艇、山本栄司。レースは2周目に入っています。2周目の1マーク。トップで旋回は1号艇、松井茂。2番手、3号艇、森田に対し、握った6号艇、原田幸也。2番手は3号艇、森田リード。6号艇、原田3番手。上の3艇は、1番、3番、6番の体系。先頭は1号艇松井茂でしっかりと森田のまくりを受け止めていきました。1号艇松井茂が先頭。今2マークトップで旋回。2番手が3号艇森田俊介。3番手は6号艇原田幸也。その後ろは2号艇大沢慎治。後続は4号艇坂口巡、5号艇山本栄司。レースは最終周回に入りました。予選競争第12レース先行。リン速攻が決まっていきました。1号艇松井茂です。今最後のラッケット入りました。2番手3号艇森田俊介。3番手は6号艇原田幸也。最後のバック側です。上位の3艇は1番3番6番です。この1363連単の11.9倍。最終ターン幕の旋回です。しっかりとこの陰線ものにしていきます。シリーズは2勝目をゲット。1号艇松井茂。2番手が3号艇森田俊介。3番手は6号艇原田幸也。予選競争第12レースまもなくゴールです。1番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン。以上前提ゴールインしました。